はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ローンモーイングシミュレーター、芝刈りシミュレーターですね、こちらのゲーム実況をやっていきたいと思います。で、前回ですね、従業員がね、死亡者が一人来たんですけども、海底神殿に住みたいっていうねそんな夢を語っていたんで、ちょっとね、不採用にしたんですけど、今思うと、どういう内容なのかね、見ればよかったですよね。お仕事どういう風になるんだろうと思って。あ、でですね、ちょっと前回思ったのが、ミッションというかね、お仕事消えちゃうじゃないですか。だったら、このゴミ拾いどうのこうのより、一番値段の高いものからやった方がいいのかなと思いました。あ、これエコ契約じゃないですね。でも、行っちゃおっか。はい。じゃあ、とりあえず、まず、これ、行ってきたいと思います。はい。そして、従業員、ね、次来た人、まあ、誰でもいいから、雇いましょう。そして、どんな感じなのか、雇ったらね、あれ、でも、芝刈り機も、刈り払い機も予備ないけど、雇ってどうするんでしょう、とは思いました。借りだが、5.5 から6.5ね。はい、了解です。はい、じゃあまずゴミ拾いね、行きましょう。これいつものとこですね。あ、いつ、あ、今日も雨、あ、今日も雨降ってんの。ゴミあるかな。ね、遠巻きで見てもあんまりわかんないんですけど、あ、1個は、はい、まずここ、これなんだろう、シャベル、シャベル、はい。で、これが、あ、ね、シザーマン、シザーマンそして、もう1、あと2個あるのかな、こっちの方かな。均等に散らばってんならこっちの方かな。ないですね、まだね。あ、はい、新聞紙、はい。そしたらもう一個、あと一個、全部で4個っぽいんでね。あと一個、あと一個ないかな。井戸の周り、あ、井戸の周り、あ、こっちのテラスの方かな。あ、ない、テラスの方にもない。おや、どっか見落としてるね。そしたら、あったあったあった、はい。ん？これもシザーマン？おろ、2個。広い家だからシザーマン2個あった。はい、そうしたらですね、芝刈りやっていきましょう。じゃあまず乗り込んで、あ、全然メンテナンスしてないんじゃなかった。まずね、バッテリーカバーじゃない、A 長押しでエンジンかけて、あ、違うね、ボタン長押し、はい、ピーピー、はい、ウィン。はい。でね、スピード速いんですけど、あ、借りだか、借りだか。6.5 から、なんぼつだっけ、5.5 から6.5か。もう一個下。6.5から、5.5から6.5。これだね。はい。そしたら、ね、今日もちょっと雨降ってるんですけども、はい。じゃあ、この辺からやりましょうか。じゃあ、今日はですね、もう、ここ見慣れたね、お家ですので、まあもう芝刈りやっていきましょうかはい、じゃあまず X で刃を、回転してね、はい。そして、あ、これ下ろすとかないんだ、直接ですね。じゃあですね、今日途中の、なんていうの、刈り取った葉っぱを戻したりとか、そういうのも全部飛ばして、終わったところまで飛ばしたいと思います。はい、で今、80% になりましたので、ミッションをね、ミッションというか契約を終えたいと思います。はい、ここまでね、一応借りましょう。はい、 0.1% 増えましたね。はい、そしたらですね、帰ります今日どうなんでしょう、動画的には早くなったんでしょうか。あ、ちょっとこれホッパーね、中見せていって、はい、ガサーっと捨てた、あ、捨てましたね。はい、 OK。 そしたら、帰りましょう。はいはいはい、ちょっと運転荒いけどねそして、B ね、 B 長押し。はい、それじゃあね、今日も帰ります。 A 契約をやめる。
ジリリリリーン。はい、ミラーブルック。最後にね今日もね、毎度トラ狩りありがとうございます。ちょっと噛みましたけどね。というわけでね、うちのね会社名ね、トラ狩りに変えた方がいいと思うんですけどねはい、で、いつもの通りですが、今日はね、あんまり地面痛めてなかったと思います。はい、どうでしょう。そしてですね、ペナルティと罰金が、1ユーロありますかね。衝突も1ユーロなので、合計 396.63 ユーロで、名声が154上がりました。はい、オッケーで、あ、バイト来なかった。バイトというか求人来なかった。あら、求人来ないのね。あ、死亡者いるわ、いる。ですね、決定。はい、この人、あ、見習い、あ、女性ですね、見習い。前回あの仕事普通にできる人だったと思うけど、日本のものなら何でも好き。最後に海に入ったのは1975年。宇宙人に誘拐されるのが嫌い。インターネットを発明したのは自分だと思ってる。やべえ人しかいないんだ。そっか、この世界はやばい人しかいないんだね。じゃあまあ雇用していきましょうかね。1週間あたりの賃金も250ユーロで安いしね。はい、じゃあ、雇っていきます。ペン、注意、死亡者を雇用、本当にこの方を雇用しますか。週250ユーロの給料が支払われます。承認。はい、従業員の車両。従業員には契約を完了するために車両と道具が必要なため、雇用する前に用意しておかなければならない。本当にこの死亡者を雇用していいかな。まあやってみないと分かんないからね。はい、チームワークが夢を叶える。で、これ従業員ね。あ、訓練する。おお、何何、時間管理、高度な運転レベル、車両のメンテナンスレベルで、右側見えます、費用50、200、500だって。いや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 、まあ時間、経験値的にはどう。4倍、だから、費用4倍で経験値も4倍。これは、2.5 倍で、あ、いや、じゃあやっぱりこれが一番経験値はもらえるんだ。費用コスパ的に見たら一番右のこれがいいけど、そんなね一生雇うわけじゃないでしょうからね。とりあえずじゃあ時間管理レベル1、これにしましょうか。本当に、訓練費を支払ってこの従業員に時間管理レベル1の訓練を受けさせますか。50ユーロ決定。はい、あ、もうレベル2になった。あ、もうなったの。この従業員は今日すでに訓練を受けています。ほう、そして次回の費用上がりましたね次回の費用、倍になりました。100ユーロ。マジで。あ、これ見習いの下のところに黄色ゲージ、これがレベルなんですね、きっとね。そしたら次これやったら一発でレベルアップするでしょう、見習いから次のランクにね。だけど500ユーロね、賃金も払わなきゃいけないしっていうのでね、という感じで、まあいいかな、これでね。あ、でちなみに、今までこれ私左上の方見て5っていうのかなって見てたんですけど、ですね、その下、Z6 の下、アルファベットの E が最初にあるんですね。なので5じゃなく A5 ですねっていうメーカーなんでしょう。あ、ちょっとメンテナンスだけ先にしとこっか。メンテナンスね。はい、車両修理、完璧 17.07。 はい、でエンジン 0.54。 今回エンジンの負担ね少なかったです、気をつけてたんで。で、刃の修理 1.91、 そして燃料タンク 1.12 で、ホッパーはね空にしてきましたんで、という感じで、完璧に直りました。はい、というわけで、今日は一回ここで区切りたいと思います。次回ね、従業員どういう風になるんでしょうか、という感じでね、ちょっとお楽しみにしておきます。ではここまで動画を見てくださった皆様、ご視聴どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。